はい、では、しゅうさんお疲れ様です。ザムです。今日のガツガツレディオなんですけれども。はいはい。何ですか、テーマは。テーマですね。はい。なぜ働くのか。お、なんか哲学的なテーマですね。ちょっとニュースピックスでもなんかやってましたよね。北野由里子さん。あ、なぜ働くのかっていうテーマでやっていたんで、ね、ちょっとやっていきたいなと思って。はい。で、ちょっと私ね、さっき打ち合わせしてて、はい、出てこなかったんで、まさきさんのタームからで、はい、ズバリ、なんで働きますか？なんで働くか、はい、なぜ働いているのか、はい。恥ずかしいな、これ言うの。いや。あれですね、はい、やっぱ、学ぶためですね。おー、学ぶため。はい。だって、というと。僕らはまあサラリーマンじゃないですか。はい。お金もらいながら、勉強させてもらってるんですよ。あ、そういう発想？え、めっちゃ良くないですか？だってさ、自分がなんか日々の業務だって学ぶ。しかもだってノーリスクですよ。会社の名前を使って、うんうん、まあ、良くないけど、うん、絶対ダメですよ、うん。絶対ダメだけど、極論だって自分がなんか失敗しちゃっても、はい、自分っていうよりかはその会社の看板に傷つけてしまうっていう、なんか強さきまさき個人としたらノーリスクっていう考え方は、なるほど。振り切ったらあるっていうリスクもそうだし、で、そういう環境で、しかも、今俺営業だけど、営業とか、はい、まあ今スタートアップなんで、うん、事業っていう観点での、うん、学びっていうのを、なるほど、ね。まあ日々だって業務こなす中で学べる、うん、かつそれでお金もらえてるんですよ。なるほど、ね。これやばくないですか？あ、すごい。俺ごめん、はい。今聞いたからさ、結構、納得もしちゃうし、はい、いい回答だったなと思います。僕はもう、はい。もう早いうちに学びのフェーズは終えたい。なるほど。ですよね。はい、以上。え、どう、以上。逆にしゅうさんはどういう、何のために働いてるんですか？いやー、マジでわかんない。ごめんなさい。働いてるんですか？楽しいから。お、楽しいから。あ、要は。楽しいからですね。楽しいから働いてる？今、うーんって考えた結果、楽しいからかな。暇つぶしってことですよね。いや、結論。暇つぶ、うん。働いなかったら何してんだろうってなってる、ね。あー。え、でもさ、暇つぶしかもね。旅行とか行けばいいじゃん。でも旅行だけでつまんない。何が楽しいんですかね、仕事の。しゅんさんは。いや、なんか、社会にインパクトを与えられる。あ、そう、自分のやってることが社会に役立ってるっていう。うん、とか、なんか、自分が提供してるサービスで、例えば、旅行行きましたとか、はい、ハッピーになりました、マーケティングの課題解決できましたってなったら、こっちも嬉しい。あ、なるほどね。だから自分のやったことで何かを与えてるっていう、感覚がある。要は、オナニーが、オナニーじゃない。達成できてるっていう。オナニーが達成できてる。ことなんですかね。いや、まあ、そういうことです。そうだね。それは楽しいんじゃないまあ、それはありますよね。なんかこう、やった結果がね、わかるっていうのは面白いですよね。もやもやしてる人、だから僕らってなんか正直、前向きに仕事ができている感覚は。確かに。前向き側の人間の今発言だからね。でもやっぱり自分もですね、うん、前職の後輩とかから、やっぱ転職の相談とか、やっぱり日々悩んで、うん、今の仕事に対してこう、どちらかというと打ち込めてないみたいな、後輩もいる中で、はいはい、どうすればいいですかね。マインドとか、まあ、そう、こう、ポジティブにね、仕事をしていくためには。まあ、どこに重きを置くかですよね、でも価値観。確かに。まあ、極論別に仕事じゃなくていいんじゃないかと。うん、仕事じゃなくてもいいですよね、別に。ほう。で、プライベートのために働くでも、人によってはいいと思います。うん。まあ、ただ、ちょっとこれは、偏見っていうかね、一方的な価値観の押し付けになりますけど。怖い怖い。僕とか、はい。正樹くんの立場からしたら、はい、まあどうせ働く、8時間働くんだったら、楽しくやった方がいいですよね。毎日学び。8時間ですよ。また学べた方がいいんじゃないっていう感じはありますけどね。間違いないですね。っていう感じです。わかりました。では、ね